止まれ浪人、何用で参った。浪人ではない、酒井仁と申す。侍ならば御前に会われよ。産木谷の佐藤佐だ。さあこちらへ参りましょう。まず御前にご挨拶。このお方が産木御前です。産木谷へようこそ。猛虎に知られておらぬようですな。ありがたいことにね。ここでは争いなんて幾とせもご無沙汰。太刀を抜けばうちの者が黙っちゃいないよ。その掟を守りゃわけもなく切られることはないけどね。さてそれじゃあ御用を伺おうじゃないか。仲立ちの五郎を探しておる。なるほどね。今頃下で酒をしこたま飲んでるはずだよ。仲良くしてやりな。礼を言う。また会いたいもんだね。あんたとは助け合えそうだ。酒井様、こちらへ。お伝えしたいことが。どうした。あなたに語りを聞かさねば修羅に殺されてしまいます。何を言っておる。修羅などおらぬぞ。おるのです。その名は小次郎、不死身の男です。今は昔、小次郎なる浪人のありけり、痛く凶悪なる差がなれば弟どもこれをあやめんとす。あけぼのより夕べまで、あまたの浪人小次郎と争えどもことごとく破れぬ。命からがらその場から逃れし者は小次郎を恐れて再び挑まざる。あしらはこれを気に入りて鎧に息を吹きかける。巣はたちまちに剣振るってやむことなし。人の見ながら小次郎は剣の鬼へとなり発る。菅笠衆が内通し、猛虎が手下となりたるに、かの小次郎を迎え入れ一味となせり。五人の精鋭加わりて共に狙うはただ一人、九郎殿なり。その小次郎に狙われておるのか。気をつけておこう。それには及びません。あやつが望んでおりますのは一騎打ちですが、お力を示すため手先である五人の菅笠衆をお打ちください。知らぬ間にそやつの挑戦を受けておったようだ。ならば手先が豊玉におることも、民を餌にしておることもご承知ですな。必ずや小次郎を手打ちにしよう。遅すぎるくらいであるがな。あやつは初めて会う類の男です。もはや人ですらないのやも。
龍蔵曰く、そなたは無類の剣客だと。この身で確かめさせてくれ。信じた方が身のためだぞ。俺は太刀と共に育った身だ。そなたの命の心配をするんだな。龍蔵の話、偽りではないか。それはどうかな。なかなかの使い手であった。
Saint-Ouen. Өнөөгөгч хардаа! Тэд энэс мут... Hein?
おい、うどくくちゃはるた先輩よ。Үгүй самарай чи номсомтай байна. Ахиж харам бол одоо даална тэрний. Тэр мун байж тарла. Хано. Эл үгччээ. Чи нэрээ амарсаа. Тэр мун байж тарла. Аа. Дэр. Тэр тэн пено. Бацаа дэрс мэдэн сэрэмцтэй ба. Ямар нэг юм харво. ただぞ。
たいぞ。行こう。ここまでだ。だが油断するな。頼む。극차한다야마가말뛰어내고자솜쇼기능시벗어요차뜻다いざ勝負もうこの蝶のパン。
でお前がハンで志村様の城を奪ったとしたらまず何をする？ここへ。さあな。でも行動はされた。志村様は戦に備えていたのであんまり働いてくれたから。いや、五兵たちと鬼が手を結ぶ。
坂井殿、よく来てくださった。すべて金のためです。